はいどうも皆さんお勤めご苦労様ですということで今日の出来事を見ていきたいと思います。今回はですね。 金持ちだけが利用できる闇の接待リスト、売り値は45万円から現役セクシー女優が告発ということでですね、えー、今自民党が税金でですね、えー、なんか下着姿のですね、こう、女性ダンサーの、ーまあ,あ、着てるものにね、こう、お金を挟んでいたとかですね <laughs>、えー、なんか手の甲で触っていたとかですね、こう、いろんなことがね、言われてますけれども、なんと、はい、えー、それだけではありません。えー、これはですね、 はい、えー、大物政治家が、あ排便姿を見てほしいと。誰なんだよ、そいつは えー、ABC の C さんかという話なんですけども、要求か AV 女優語,語る性接待の実態ということでですね、えー、なんとも気になるニュースというのをですね、今回ちょっと見ていきたいというふうに思います。まあ、かつてですね、えー、ABC の C さんがですね、えー、なんかウグイス谷かどっかでですね、えー、かなりですね、えー、アブノーマルなーサービスを要求していたということがね、えー、政治界隈で話題になりましたが、あ一体これ、えー、同一人物なのか、それともね、 また別の変態政治家がですね、えー、そういうのを要求したのかと、なんか、焼肉屋の個室でですね、えー、なんか、排便していたとかいうですね、えー、わけのわかんない政党というのもね、かつてありましたけれども、はい、えー、一体、えー、今回は誰なのかといったところが気になりますね。はい、えー、でですね、 えー、性接待の経験を語る A 子さんと。ま、あ最近はですね、その文春の影響でですね、A 子さんとか J 子さんとかですね、<laughs> えー、もうすっかりそういった呼び方が定着して、A 子さんって言われると、そのどの A 子さんなのかという話になるわけなんですが、ま、あ特にこれはですね、特定の誰かというわけではありません、えー。今回の話に登場するだけの A 子さんですね。 え、松本さんもバカですよね。我々に任せてくれればうまく上納したのに、ということでね。<laughs> まあ、松本糸氏はまあ素人にですね、安い値段で手を出して、えー、炎上ということになったわけなんですが、まあ、プロに任せればですね、もっとうまくですね、口も硬いしですね、えー、まあ、昔の芸人、芸能人はそうやって遊んでたということでですね、えー、松本の遊び方はセコすぎるということで、まあ、ビートたけしからもですね、こう批判されたりもしてましたけれども、まあ、松本糸氏からすればですね、その、プロより こも素人の方がええんやとということでです、ねはいえー、まあそういう遊び方をしてたんだろうという感じなんですが、はいえー、松本人志を筆頭にその真偽は別として同意のない性的行為があったと次々告発される昨今。 冒頭の通り、えー、金さえ積めば問題は起きないと笑うのはアテンダーを名乗る X 氏だ。だが X 氏がアテンダーするのは一般女性ではない。本来は画面越しにしか出会えないセクシー女優たちだと。まあ、セクシー女優っていうのはですね、そのビデオ一本でやってる、えー、女優もいるんですけど、まあ中にはですね、えー、なんかその風俗店に勤務しながらですね、そのビデオにも出演しているというのもいてですね。はい、まあ、あ様々なわけなんですけれども。 正、えー、接待が可能な女優の一覧とその金額を我々アテンダーの間で共有しています。名指しで〇〇ちゃんに会いたいというオーダーもあれば、好みのタイプを聞いて、こちらで用意することもありますと。えー、本社は接待リストの一部を入手。安い女優でも45万円。メーカーと専属経を契約を結んでいるような有名女優の場合、その金額は125万円など3桁に跳ね上がる。非常に具体的な数字ですね。 えー、はい。えー、まあ、その、いわゆるですね、単体女優というやつですね。その、特定のレーベルで1ヶ月に1本しかあ出演しないと。まあ、うような女優でも、まあ、こういうね、えー、いわゆる副業みたいなことはしてるのかという感じですね。えー、女優本人に渡す金額はこのうち半分から2割ぐらい。薄くなえ ?2 割半分から2割 <laughs> いやいやいやあ、ピンハネしすぎだろうってう感じですけどね。 えー、残りは我々がいただきますと。いや、いただきするじゃないか。いくらなんでも。もう、いただき女子とか言ってますかこの、なんか、いただき男子もちょっと、懲らしめてやった方がいいと思いますけどね。えー、金持ちだけが利用できる性接待。その実態は一体どのようなものなのか。三人のセクシー女優がこの闇ビジネスを告発してくれたと。えー、お客さんで一番多いのは港区にオフィスを構える IT 系の社長さんですかね。え、ほんとかよ、おい。 えー、なんかもういかにも、なんかこういう話になると必ず港区女子とかですね、その IT 系の社長とか、まあよく出てきますね。えー、で、IT 系の社長っついうのはですね、その学生時代にあんまり遊んでない人が多くてですね、えー、急に金持ちになってお金の使い方がわからないとかいう人も多いみたいですね。はい。えー、まあなので、その中には変な遊びにお金を使ってしまうっていうのも、まあいる、えー、かもしれないんですが。と語るのは、清楚な黒髪が売りの A 子さんだ。 えー、いわゆるギャラ飲みと呼ばれる食事のみのケースもあります。そこから大人、つまりエスコ込イ、コだとプラス10万円ぐらいでしょうかと。まあこれもう前から言われてるやつですね。ギャラ飲みとか、まあパパ活とかですね。えー、保別さんとかですね。えー、よく田ヌカナがネタにしてますけれども。アテンダーが実際に社長からいくらもらっているのか知らないんです。 えー、当然、アテンダーは知られたくないでしょうし、他の女の子はいくらもらってるかもしれません。リストが存在することは薄々気がついてましたかと。まあ、そりゃあ言わないでしょう、アテンダー。あーね、だってもう半分から2割もう場合によっては、8割ピンハネされてるわけですからね <laughs>、えー。自分が20万円もらってやったーと思って女の子がいてもね、その、アテンドしただけのおっさんがですね、こう、8割80万持ってってるってことですから。 そりゃあもうバカバカしくてですね、えー、大久保公園にも立つわという感じなんですけども、えー、アテンダーを通じて彼女を呼ぶ社長は己の欲望のためではなくまさに接待のために利用するケースも多いという A 子さん続ける。 えー、ある大手製薬会社と取引のある小さな下請け会社の社長さんが製薬会社の CEO を接待したいというんです。大変ですね、本当にね。えー、下請け会社2なんか不当な価格でダンピングされたりね。まあ、最近ようやくですね、なんかそういうことがね、その、枯渇されるようになってですね、いろんな企業の名前がね、えー、こう、その、協力してないというふうにですね、こう出るようになりましたけれども。 お金を払うからその CEO を接待してほしいと頼まれましたと。まあ、そういうこともあるでしょうね。えー、そこで私は飲み会の最中にわざと際どい下ネタを話したり、耳元でドキッとするようなお言葉を支え合いたりしました。えー、お酒が進んできたらテーブルの下で太ももをさわさわ触ってみたり、露骨だな <laughs>。何のテレンテクだもありません。もう露骨にボディタッチしてますね。えー、手を繋いでみたり、おぉ、あからさますぎる。 当然、製薬会社 CEO は、俺ってモテるなと勘違いするわけですよ。ちょろいなそして、そのままホテルに行く。下請け会社の社長は、いい子を紹介してくれたとその CEO に感謝されるに違いありません。このように、間接的に正接待た依頼されるケースは多いんですと。と。まあ、いうことでですね。えー、まあ、プロをね、こう、プロに頼んでこういうことを行っている、接待を行っているということなので、まあ、グレーゾーンっちゃグレーゾーンかなというところもあるんですけども、 私としてもやりやすいですね。相手側は金で買ったと思っていないので <laughs>。いやいや、ちょっと、いくらなんでもそれは鈍すぎるんじゃないのか。<laughs> えー、もういい年こいたじじいがですね <laughs>、えー。そんな簡単にね、えー、飲み会の席で話しただけの相手にモテるわけねえだろってう話なんですけども。まあ男もバカなもんなんでね、コロッと騙されてしまうかもしれません、えー。二人きりになってもモテようと振る舞ってくれるんです。いやもう。 えー、男のサガというやつです、これはね。はい。えー、女性、えー、複数人による接待を依頼されるケースも多いという。最大で女性8人と社長1人というケースがありまして、すごいな、おい、えー。もうこういうハーレムをね、こう、形成したくて社長をやってるっていうね、えー、人もいるんでしょうね。有名な上場企業の社長さんです。えー、三木谷じゃないよね、これね。わ、えー、かりませんけれども。 えでも複数人でするのは楽ですよ。群がる女性で人の壁ができるので片手で適当に触っておけばいいだけですからね <laughs>。 えー、これ大体この、なんか、そういうビデオありますよね。えー、その大体そのなんか 3P とか言ってですね、男1女2とかですね。まあ、あと多いと男1女3とかですね。そういうのもあるんですけど、だんだんね、やっぱね、その、女性の数が増えるに従ってね、やっぱ女性側がね、ちょっとその、その、1対1でやってる時よりもね、ちょっと伸びがね、ちょっと違うんですよね。はい。えー、なんか、ちょっと半分なんかですね、その、おーまあ,あー、冗談で、えー、男をですね、まあ、 いろいろやるみたいなんですね。ちょっと何を、そのセクシービデオについて何をなんか詳しく語ってるんだっていう気がするんですけれども。はい。えー、まあ、その女性側からすればですね、男は一人なんで、その女性一人当たりの負担がまあ減るということですから、まあその分余裕もあってですね、えー、サボってる女性というのもですね、中にはいるだろうという感じですね。私のセクシー女優としての収入は最低で1本2万円少なっ安っ 2万円で出てくれんのえー、だったらもう2万円ちょっと、こっちが払って、払ってなんか、取ってみたいみたいな気もしますけどね。えー、最高で1本80万円。これだけでは暮らせないので、暮らせるだろう。<laughs> !1 本80万円あれ、暮らせるだろう十分。何を、どういう生活してんだよ。えー、接待業務は生活の足しですね。月3、4回でもやれば暮らしが安定しますから、<laughs> いやいやいや。80万あれ、全然やっていける。3ヶ月ぐらいはやっていけるだろう、これ。 えー、高身長で H カップ、スタイル抜群の B 子さん。えー、いきなりなんか人が変わります。A 子さんから B 子さんになりました。数々のフェチを相手にしてきたという。私は1時間で1回の S 行為。これで最低15万円と決めてます。これより下の金額では受けてませんね。お泊まりの場合は大相談ですが、最高で50万もらったことあります。財閥継承者の幹備や役に政治家など立派に、社会的に立派なお客さんが多いですと。で、ここでですね、冒頭のですね、 はい、えー、その政治家がですね、えー、こういったこサービスを利用して、まあ、人によっちゃですね、この俺のね、こう、排便姿を見てくれというふうにですね、えー、逆に男らしいかもしれないみたいなプレイを要求していると、お、ったことでですね、こう、えー、真相に入っているわけ,わけなんですが、特に記憶に残っているのは、日本国民なら99%が知ってるであろう、ある超大物、政治家とのプレイだという、誰なんでしょうか、これは。 非常に気になります。日本国民なら99%が知っている。まあ、つまりですね、まあ、その野党だったら、まあ、もう代表レベルですよね。えー、まあ、ABC の C さんもね、えー、某政党の、まあ、えー、ついこの間まで、えー、代表をやってましたから、まあ99、99%が知ってるかもしれないという感じしますね。 ええー、まあ、あとは、その、政権与党だったらですね、まあ、総理大臣はそうだし、少なくとも、まあ、その、そうですね、まあ、閣僚レベルだったらまだそうでもないかもしんないけど、まあ、何度もですね、その、次期総理候補として名前が上がるね、えー、例えばあー、石場とかですね、<laughs> えー、小泉慎次郎とかね、 はい。まあ、その辺だったらまあ、ま、99%が知ってるんじゃないかと思うんですけれども、えー、果たして誰のことを言ってるのかわかりません。えー、その先生は20万円くれました。超高級ホテルのスイートルームで会いましたが、かなり特殊な好みの持ち主で、お風呂に入ってない状態でしたい。おマニア,アックだな、おい。<laughs> 排便する姿を見てほしい。すごいよ、これ。えー、誰なんだ、そいつは。えー、いろいろ要求されましたが、さすがに断りました。えマジで で背面する姿を見るだけで金もらえるんだったら、全然やるんじゃないかと思いますけどね。はい。えー、もう、なんか臭いとかそれぐらいしか不満がなさそうなんですけれども。はい。えー、そこはなんかこの本人のなんかプライドがあったのかもしれません。さ、え、ら、ー、にある有名な大病院の理事長から医療行為を求められたこともある。カテーテルを局部にさせてほしい。おいおい。<laughs> やめてくれ、おい。 何をやってんだもちろん私は看護師でもないし、絶対痛いですよと注意したのですが、それでもやってくれよ。局部ってど,どっちだよ前と後ろ。えー、これ場合によっては、ね、この、もう、ハードな人になると、前って言いますからね、これね。えー、想像してるだけでもうね、痛くなってくるという感じなんですが。案の定、痛い痛いってもだえるんですよ。笑いをこらえるのが大変でした。<laughs> いや、そりゃ痛いだろう。その痛いのがいいんだろうね。ちょ、よくわかんないですね、本当にね。 え、接待の相手は日本人とは限らない中国人の方が非常に多いですね。やはり金払いがいいので人気なんです。これはもうよく言われますよね。はい。えー、まあ、その代わりその、なんか日本に梅毒が蔓延してる理由はこれじゃないかとも言われてるわけなんですが、最低でも40万円、アテンダーに数百万支払ってるでしょうと。ああ、すごいですね、これは。 えー、でもプレイは簡素で楽ですよ。恋人同士のようにキスしようとしたら、驚いたようにそういうのいいからって断られて、えー、日本のセクシー女優とやったという勲章が欲しいだけなんです。<laughs> 勲章なのそれ。まあでもその日本のね、そういった、あそのビデオ女優というのはもう世界で人気がありますからね。あ,あの青い空がですね、そのもう中国ではですね、もう、えー、日本の総理大臣よりも知名度があると。一時期はそういうことで有名でしたから、 はい。まあ今でもそういうブランドというのがあるのかなという感じなんですけども。一方、日本人男性は風俗に慣れているせいか要求レベルが高いんです。A 子さん、B 子さんの副業のことは所属事務所も把握しており、場合によっては事務所の関係者から接待案件を依頼されることもある。えー、業界に救う闇を告白するのは、新州まで出版し、アイドル的人気を誇る C 子さんだ。もう誰なんでしょうか。はい。えー 写真集を出版する、えー、まあ、セクシー女優ということなんですかね、これね。はい。えー、2022年に施行された、規制新法の影響で、えー、これ AV 新法ですね。セクシー女優を抱える事務所が経済的に苦しくなってきたんですよ。撮影終了から4ヶ月は販売できない。え、そうなの何そのルール、えー。とんでもないですね、本当にね。ドタキャンされても代役を立てることもできない。 通称のセクシー動画のメンカーが次々倒産し、当然事務所も苦しくなってきました。そこで一部の悪徳事務所がグルになって、この闇ビジネスを始めたんですよ、と。いうことでですね。はい。まあ、アテンダーを介した直接接待というのが、まあ、闇ビジネスになるんですかね。えー、でも、作詞は作詞ですよね。あるセクシー女優さんと食事をするのに中国のお金持ちが2000万円払ったえ、マジでいやいや、すごいね。本当にそこまで行くと。 でも女優本人のギャラは100万円で残り2900万円はアテンダーがポケットに入れた。<laughs> まあ確かにこれ女優もね、その、食事するだけで100万円って言われればラッキーと思って、多分何も疑わないと思いますからね。えー、実は2900万円、えー、ね、こう、アテンダーがポケットに入れていたと。いや、すごいっすね、本当にね。はい、もう一度公用ううもお仕事もしてみたいという感じしますが。でも女優さんは食事だけで100万円もらったら嬉しそうでしょだろうね。 あまりに暴利ですよね。私は一律で50万円より下を受けないようにしてますが、どれほど中抜きされてるか分かったものでありませんと。だから50万より下は受けないというふうにしてても、まあ、100万もらえばラッキーと思って騙されちゃうってことですね。えー、女性に群がるどうしようもない男たちということでですね。まあ男の差がということで、まあいくらね、その大金持ちになってもね、女にモテたいという、そのもう原始的な要求は残りますからね。 はい。えー、まあそういうことでですね。まあ日々こういうところでね。まあお金が回ってるところがあるということなんですが、まあやはり気になるのはですね、この日本国民99%が知っている、超大物政治家が、えー、自分の排便する姿を見てほしいと言っていた。<laughs> 一体誰なのか。 ね、えー、ABC でおなじみの C さんなのかですね。まあ、それとも、カエルのみたいな顔が特徴的な I さんなのかですね。えー、あとは爽やかイケメンで、えー、ね、こう、かつては総理候補としても言われていたんですが、今ではすっかりですね、えー、なんとか公文という感じで馬鹿にされるようになったあ S さんなのか。 はい、わかりませんけれども、はたまた別のね、えー、人かもしれません。もしかしたらもう、女性議員の可能性すらあるというところもあるんですが、あまあこういうね、えー、まだまだですね、その暴露されていない政治家の不祥事というのがあるということで、まあ、ポケットまででやってりゃね、えー、趣味の範疇と言えるかもしれませんけれども、 はい、えー、まあいつね、分身法をね、えー、打たれるか分かりませんからね。はい、えー、あんまり変な遊びは控えた方がいいんじゃないのかなというふうに思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。